おはようございます。AKB48 分の1、自己 PR やってみましょう。だいぶ減ったよね。あ、半分くらい減ったのかな。じゃあ、続けていくか。さあ、今日誰かで来てかな。デイ9。みーちゃん みーちゃんってなってるけど。あだ名になってますけど。知ってたのよ、さん気になるけど。みーちゃんネットに入るのかな、これ。前回大切な人っつったもんな。みーちゃん行くか。みーちゃん。早っ。もしもし、峯岸です。電話出るの早っ。電話来た。嬉しい。みーちゃんネットなのかな、これ。公園。よっしゃ。ねえねえ、神社があるよ。神社。こんなとこにあるの知らなかったな。縁結び神社とかな。じゃあ、おみくじ引きに行きませんか？おみくじね。神社。おみくじか。今日に行くのって久しぶりかも。お正月は？そっちは忘れてたよ。だって何が言ったかな。もう今年引いてないの、おみくじ。末吉。末吉。末吉、末吉でも吉よりいいんじゃなかったっけ？まあ、こんなもんか。めいちゃん引きなよ。さあ、何が出るかな。私、本当にくじ運悪いんだよね。絶対大凶とか出ちゃうタイ大プ。凶って本当にあんのかな？全然ね。引いたことないんだけど、大凶。凶ならあるけど。それか、逆に大吉とか。単純だな。うわー、やばいなー。何出るんだろう。笑わないでくださいよ。はい。いいから早く切って。みんな思ってそう。こういうふうに。絶対笑うつもりでしょう。もう。笑わないよ。さあ、峯岸さん、気合が入っており実ます。況してんじゃん。運命の瞬間、その手にするのは天国か地獄か。実況してじゃん。行くぞー。えい。どうだ。何？吉だね。あんだけ言っといて吉か。ちょ、お茶飲みます。吉か。一番ネタにならないの引いちゃっ た。いいじゃん、一番。それが一番だよ。散々盛り上げておいて、かっこ悪ー。はあ、なんで私っていつもこうなんだろネガティブだな、みーちゃん。サービス精神は旺盛だよ。私のせいだよ。これかな。サービス精神は旺盛だよ。う。でも、結果が伴いませんでああ、しこたれ失敗ね。かな。ああ、それは珍しくていいじゃん。ああ、盛り上げ損。ああ、これ失敗かな。ああ、よくないね。パーフェクトじゃないね。さあ、どうしよう。また消えちゃうか。いや、どんどん消えていくな。この砕け散り方がちょっとかわいそう。デイ10。やったや。今日は、高橋みなみ。だと、大島優子、すごいな。大島優子さんまで一回も電話してないんだね。いざ、ともみさんも。大島優子さんにするか。大島優子。112センチ。2010年のシングル選抜総選挙で1位に輝いた。もう10年以上前なんだ。AKB のエースの一人。大怪しいビ島ジュ優ア子ル。です。気になるダンスはもちろん。MC もピカイチ。AKB を置いていたムードメーカーで、魔術科学園。懐かしい。懐かしい魔術科学園。魔術科学園など、ドラマで見せる女優の子から、バラエティ番組で見せる変顔まで、幅広い表現ができるオールダウンのプレイヤーだ。サッカー選手みたいな。しかし、それは単に才能だけではない。青い制服で、8から10時間続くアグチ会でも疲れを失いの、パワーサイズも素晴らしい。ファンの、感想もあるんだ。この上の人たちがびっくりするくらいヘンドリーで、一緒に住んでご飯吸ってくれる。普段は無視の天場上。よくお家にドキドキしちゃおう。ドキドキするか。もしもし、ゆうこだよ。もしもし。電話かけてくれてありがとかわね。いいね、お嬢よくさんも。あっちの中。あー、真っ暗。
うん、すっごい遅くなっちゃったね。ごめんね、今日は仕事が忙しくてこんな時間にしか会えなくて。嬉しいもんね、バイトでは。いや、大丈夫だよ。ありがとう、会えて嬉しかった。じゃあ気をつけて帰ってね。そんだけ？いや、さくちゃセーフだよ。それか最初からした心配だ。一緒に帰る方が。え？ほど無臭とかになっちゃうよ。すぐそこだし。家まで送ってくよ。それこそ危ない気がするけど。ごめんね、送ってもらっちゃって。ありがとう。いやいや、大したことないよ。あのね、私、こうやってあなたが送ってくれる時間も、貴重なデートの時間だと思ってるんだ。ほう。大げさな。それじゃあ、おやすみ。ねえ。え？え？してもいいよ。え？え？いきなり、ちょっと。ああ。でしょ。こっそり喋っちゃう。こら、安いしないの。かな。質顔だね。本心の位置の違うだね。別に安売りなんかじゃないもん。あ、失敗かな、これは。本当はバカデカなんだから。ああ。一生に一度のチャンスかもしれなかったのに。君惜しいことしたね。かわいてる。かわいてる。ああ。これでも。でも他のも選択肢も、ちょっと嫌だったな、俺は。喋りはもちろん嫌だし、好きな人ってのも、何またもしてるしな。じゃあ、どうしよう。どんどん減ってくな、人が。ああ、高見だ。正解をしたのに。竹本聖子さんも。いたともみさんも、うわ、どんどん減ってんじゃん。うわ。うわ。何？メールが。あ、サッシー。出力。もういいのかな？どうも、サシハナです。これ聞いたら連絡くれると嬉しいな。あー、そうやって言ってくれたんだね。お、北原さん。もういいのかな？みんな気にしてんじゃん。北里江です。これ聞いたら連絡くれると嬉しいです。待ってます。あ、皆さん、全然来なくなってたな。普通なんの？別に変態企画。こうさ、名前なんて手掛けなのかな、このアイドルたちの。ちょっと先に電話くれて、サッシにするか。サシハナさんに。電話くれたからね。もしもし、サシハナです。私、電話で話し出すと長くなるから、とりあえず会おっか。確かに、そんな感じするな。いいな、明るいね、サッシはやっぱ。劇場周辺。サッシに呼ばれ出されてきたけど、なんだろう。遅いな。お待たせしました。遅れてごめんなさい。レッスンだったの？いや、さっきようやく完成したんです。何が？実は、毛糸のマフラーを、生まれて初めて編んでみました。俺のために？いや、私のですってやったでしょ。あなたに、あげようと思って。優しい。どうでしょうか？これは、ぐちゃぐちゃ、お尻に覚えていないな。女の子初めて作ってくれたんでしょ？まあ、遠くていいんじゃないかな。一編みごとに、あなたへの気持ちを込めて編みました。もらってください。こんな半袖着てんのに、ワフラくれたの？この時期に。夏くんだでしょ多分。半袖着てるから。はい。やっぱ、このマフラーに合う服を刺さなきゃね。でしょ。あと待っとくよ。ほんと？ありがとう。このマフラーに合う服を刺さなきゃね。早く教えてきたし。そんなに褒めないでくださいよ。指原、超照れます。個性的か。嬉しいな。ポジティブだな、サッシー。あ、いいね。バイクとね。サッシャリの感じしました。よし。あ、どうしよう。あー、篠田さんも。もう、
うん、ハムカイほんと少ないじゃん。あ、メールだ。松井セックさん、これ大事ですよね。忘れられない。あなたのこと、どうしても忘れられない。ダメだな、私、苦笑い。わかってしいな。松井さん、返信するか。え、返信ってどういう風にするの？あるのか？映画館。この子初めてだよね。この映画確か結構話題になってたよね。そうみたい。どこの劇場も満員だって。気になるよね。気になる。感動だったシーンは見逃せな。よくあるセリフ、セリフというか、宣伝だな。楽しみだな。あ、そろそろ始まるみたい。ホラー映画とかな。あ、劇場。お、確かにこれ感動するな。泣いてんの？ん？手に何か握ってきたのか。少しだけこのままでいさせて。手を握られちゃった。握り返してみるかな。握り返すか。握り返してみるかな。あ、ダメだった。映画中だから動き出せないもんね。映画面白かったね。うん、すごく良かった。特にラストシーン最高だったな。ああ、いいのか。特に右回数については何も触れないんだ。でもパーフェクトね。うわ、どんどん減ってくる。あ、アミナさん、アミナ、アミナ、嘘でしょ。ちょっと待って待って、佐藤アミナさんが連絡くれないから。いや、これは悪くないよ。佐藤アミナさんが、いや、ほんと、もう残りは、一回電話した人だけじゃん。最初に電話したアミナさんが、脱落というか、いなくなってしまった。マジかー。こじはるが来てないじゃん。あ、これ着信か。こじはる、16分前。出るか。こじはるだけなんでしょ。もしもし、はるなです。嬉しい。電話ありがとう。いえいえ。カフェ。カフェの遅いな。お待たせ。お、何したの？今グラビアの撮影やってるんだ。ごめんね。あ、そうなんだ。え、抜き出し大丈夫？あと2時間ぐらい待ち時間だから大丈夫。グラビアで育つんだ。そっか、その服装は。アームの箸のグラビアなの？これは衣装じゃないよ。自前の服なんだね。グラビアは季節と関係なく水着なんだよ。だよね、やっぱ。しかも、今日の水着はすっごく可愛いの。水着冬でも水着なのかな？下に着てきてるんだけど、見せてあげようか。いいんですか？いいんですか？これでしょ。痛いかも。もカフェでしょ。こんな時見せられたら困るでしょ。こんな時見せられたら困るよ。だよね。そう言うと思った。見たいけど、本当は見たいよ。それは水着だからね。水着だからね。水着でしょ。水着なんでしょ。水着なら見たいからね。可愛いって言うもんね。でも本当は見たいってやつだよね。見抜かれてる。いや、そんなこと。ダメだよ。もっと自分の気持ちに正直にならないと。ごめんなさい。なんか形が滑っちゃった。これで、ノーマルか。なんだ？街中。あれ、ゆうこ？おしゃべっこさん。あ、やっほー。やっほー。ひょっとして、見てた？水着の？それは？何を？いや、なんでもない。楽しそうにデートしてたとこ？遭遇するな、結構アイドルと街中で。やっぱ見てたのか。いいじゃん、デート。どんどんいっぱいしてくださいな。それで、どんどんいい男になって、私を奪いに来て。奪いに来てったら誰か思うのかな。さっきキスしようとしたもんな。ねえ、奥さん。あはは。でもその前に、ねえ、明日暇？一緒にどっか行こうよ。いいよ、愛してたような。まあいいか。いいよ。いいよ。本当に？やった！
まだ、ワイルドとかじゃないけど。ノープロブレーム。遅いな。約束したからね。忘れないでよ。こう忘れないようにしないとね。明日、大島優子さんね。14、大島優子さん。優子。優子なんだ。大島優子さん、受けるか。もしもし、優子だよ。しもし。電話かけてくれて、ありがとね。大島優子さんってなのかな。体。何言ってんやった、えい。あ、水遊びしてんの、うまくいかないな。石切り、頑張れー、ファイティーン。ほんと、運動神経の優子は。いきなりジャンプだもんな。すごいな、ジャンプ。石切りおで苦手だしな。何しろ AKB 専属スポーツドクター、お墨付きの万能筋肉ですか。すごいね。いや、運動神経さ。さあ。もう一回、えい。下手だな。もっと川の近くで投げればいいじゃん。そうなの？よし、じゃあ、えい、じゃあ、あ、こんなの、あれが次投げちゃったよ。分かったかな、兄。ずぶ濡れ。あ、ごめんごめん。いや、俺が悪いこれな、うまく悪い。よし、それじゃあ私も。え？いや、それはおかしい。それはおかしい。これで一緒だね。いや、ダメージ、女の子は、そんな、薄着で、水、飛び込んだら。マジで、死んで。マジで、怪しいんだね。怪しいんだね。もう何言ってんの？照れるじゃん。いや、あ、よかった。思ったこと、言ったまえだし。そんな、高みなには負けるよ。でも、ありがとう。それ高見のもういなくなっちゃったからなぁ。あれですから。ちょっと、冷たいって。あ、いいね、パーフェクト。で、じゃあ、メールだ。とことん、声かけてもいいですか？あ、ストーカーじゃないです。あ、手に取りますか？ほんと正直ね。まだあなたは諦められないわけですよ。もう一度チャンスもらえませんか？宮崎美穂さん。実質か。はじめましたな、宮崎美穂さんは。じゃあ脱落的考えか。あれです、聞いても。このイヤリングどうですか？似合いますかね？こうやって連絡くったんだね。いいんじゃない？じゃあこっちは？いいと思うよ。迷っちゃうなぁ。お財布と相談しないと。今買ってるよ。あ、そうだ。何？ねえねえ、私に買ってくれたりとか、しませんよ、ね。このゲームお金、要素ないから買ってあげるよ。え、なんで僕は、なんで僕はって。いいじゃん。非常に今日何が欲しいの？デートしてんだから出してあげるよ、そんぐらい。ねえ。指輪！指輪！プロポーズじゃん。好きなやつないんだけど、とか。もっと買い物ないの？好きなやつはすでに、あ、そう、指輪もっと買い物ないの？冗談だよね、指輪は。やっぱさすがにダメか。意味合い的にも、重い。確かに、いきなり。残念。ああ、これ指輪だったら、好きなやつないんで着ないだったら、本当に、この、松崎さんだったかな。来た家が、電話来て。来るか。もしもし、来た家です。電話もらえて嬉しいな。北家久しぶりだね、北原家さん。AKB 劇場ロビー。ロビーで会っちゃうの？今日の公演、チームのみんなも、貴様の目だったな。元気だよな。ここちょっと見習わないと。人気オタクだからな、俺は。劇場周辺。お待たせ。北家、お疲れさん。ありがとうございます。元気ないな。どうしたの？優しい顔して、声になんなきゃいけない人だったのに。うまく聞かない？何のこと？私って、AKB の中だと、完全に優等生キャラなんですよね。英検準に急になったんでしょ？賢そうだもんね。でも、このままじゃ、いけない気がして。いけない。そして、いいじゃん、優等生キャラ。
でもそれだと指原とか小森とかキャラの濃いメンバーが隣にいるとかすんじゃうんですよ。福田氏さしはキャラ濃いね。うん、綺麗な年なんで成功ともきよね。やっぱ大変だ。やっぱお笑いキャラですかね。ゆうとじキャラでいいんじゃないの、北原さんは。それもいいけど。ね、ちょっと私の考えたギャグ聞いてくれますか。ギャグやんの。いいよ。あなたが好きって言ってくれなくたって大丈夫なんだから、ワオツンデレ。え、どういうことですか。どうですか。え、あ、うん、面白いんじゃないかな。俺困ってんじゃん今の。あかんか。まあ、お相手は結構落ちてしな。あ、思い出した。何？そんなことより、あなたの恋人キャラってまだ空いてるんでしたっけ。恋人キャラ、恋人キャラって何。まあ、審査中かな。審査中ってことは候補がたくさんいるのね。確かに、もうだいぶ減ったけどね、演説にから。あ、いや、そのまあ、いいですけどね。ああ、これ失敗だな。その審査の中に北原理恵も加えてください。ああ、パーフェクトじゃないな、今回も。はい、練習。ふぅ。17日。じゃあ、今回はこの辺で終わろうかな。次回ぐらいに最終回になりそうですね。最終回あんのかな、これ。結局誰か指定絞んないといけないもんね。残り何人だ？この、で、すげえというか、ここにいるのは。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 あ、緑さん復活するね。すごい、10人か。さあ、果たして誰がこの陰キャオタクの、陰キャコミショオタクの感じなんでしょうかね。楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。Twitter、Instagram、ぜひお願いします。では、次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。でね、セーブちゃんとします。あー、何？待って。そんなのあんの？わ、わ、踊ってさん。あ、まなみです。待機画面で、待機画面でこんなのあんだ。ずっと、なんかしないと、こういう風に、出てきちゃうんだ。明日か。もうちょっとだけやめましょう。見てください。すごい夕焼けですよ。ほんとだ。もうそんな時間なんだね。ああ、一日が終わっちゃうな。僕15歳になったっけ。僕のは間に合わないんだね、それ。子供はね、子供って接してるけど。夜になったら、さよならなんて誰が決めたんですか。一日は24時間あるんですよ。そうだね、人だけどね。で、君はそのうち何時間、睡眠に使いたい？ 8 時間は寝たいですね。8時間は結構寝るんだね。お、タイムに帰ってなくちゃ。ああ、大人に言いくるめられた感じ。もっと一緒にいたいな。いやいや、あんま遅すぎると脅されちゃうよ。まず夕方っぽいから寄り道しようか。もしよ、寄り道していこうか。寄り道ってどこにですか。どこでしょうかね。いや、そういうの買わないけど、どこでしょうかね。ありがとう。じゃあのんびり歩きながらお話ししましょう。そうだね、検定のゲームのことばっかりは。パーフェクトね。カード入手。よし。あ、呼ばれないな。うさぎ出しましょう、うさぎ行って寂しいと死んでしまうよ。知ってた？死なんようにちゃんと困ってあげんと。でもね、じゃあうさぎ行って団体コース気持ちないから、一羽ではいけんだって。うさぎなんで一匹とかじゃなくて一羽なんだろうね。と思ったことあるんだけど、前。なんか昔の人は耳を羽代わりにして空を飛ぶとか、ちょっとこの話したくないんだけど、味が、うさぎの味が鳥みたいだからっていう一説がありますよ。食べたくないけど、うさぎさんかそうだし。うさぎ食べたくないな。それして真相なのは、うさぎじゃなくて、しーちゃん。あなたの役割ってるよ。じゃあ、行ってるか。そう、終われないじゃん。終わろうと思ったのに。まあいいか。しーちゃんかわいそうだしな。しなか。
ねえねえ、しーちゃんの豆知識教えてあげよっか。教えて。豆知識？そう、うち AKB で記録持っとるっちゃん。おやさん、何の記録？実はうち研究生から正式メンバーに昇格したのが一番遅かったとって。それ誇りに思ってんのかな。873日かかったっちゃが。そんなに？873日って年少じゃん。よく辛抱してね、偉いな。うちね、こうしたいって決めたことはやり抜きたいと。みんな仕事か。仕事だけやないよ、恋愛だって。お、恋愛？振り向いてもらえるまでずっと待っとけると思うんよ。うん、僕の隣の手がね、待たせないように頑張るよ。待たせないように頑張るよ。まあ別に今すぐでも構わんちゃけどね。僕もいいな。困っとる困っとる、大丈夫、待つ女しーちゃんは強いよ。お前さん、いいね。あのパーフェクト。またメール来た。会いたい、やっぱり寂しいぴょん。カナはあなたいないとダメって言うんだけど、あなたたち会いたくない、会いたいよね。カナはあなたの返事をならなくしちゃってます。アニマスの話した呼びだっけ。ちょっと可愛いっていうか、顔盛りが可愛いな。しょぼーんってするな。犬にたまにこういう文字を小さくする女の子。じゃあ変身するか。今回なくなっちゃうけど。カフェ。アミナさん画面来ないかな。私ってバカなのかな。いきなり小林かなさん。どうしたんだって。昨日楽屋でメンバーみんなでクイズ出し合ってたんだけど、私だけ全然当たんないんだよね。クイズ、どんなクイズ。例えば、うん、青函トンネルはどこからどこまでだ。それわかるでしょ。青梅が北海道まで。ブッブー、入り口から出口まで。はは、それ答えないよ、それは。それわかんないよ。なんでせ、学園テンションでそんなのなの。じゃあ10問だな。次は10回クイズね。10回クイズ、10回クイズって昔やったね、懐かしい。あったな、膝みたいなんですよ。私これだけ当たったんだ。お、どうぞ。じゃあいっぱいって10回言って。大丈夫これ、大丈夫、大丈夫、大丈夫かな。いっぱい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 。では、いを、おに変えると。おっぱおでしょ。女の子そういうこと言わないの。おっぱいじゃないよ。ブブー、おっぱおでしょ。でもこの子間違えなかったんでしょ。それは偉い。あ、しまった。もう、エッチ。そんなに私のが気になるわけ？これ健全なゲームだから。健全なゲームだから大丈夫だ、これは。何何何ですか。これをしたいな。これはこれで可愛すぎよ。気になるかも、ちょっと押したいけど。なんでそうなるの。なんでそうなるの。じゃあ、誰のを想像していたの。それもまずいんじゃないの。別に想像はしないよ。ほんとかな。怪しい。男のこと分かってんな、小林さん。え、これでノーマルなの。いや、俺気にしたんだけど、俺はちょっと。またメール来てる。終わんねえ。二頭です。撮影名してごめんなさい。あなたと諦めようと思ったけど、どっか好きしなくて。当たってくれないかな。メール取れないけど。やるか。ちょっと、断れないな、メール。ナイドルからお願いされたら断れないな、俺は。応援。あ、すごい。いっぱい花咲いてる。二頭萌乃さん。カラフルだな。ちょっと写真撮ってもいいかな。どうぞ。あ、ひょっとして撮りカメラ小さいな。撮りカメラが入った時間じゃないか。カメラ好きなの。スマホとかないもんね、まだ。花とか撮るの好きなんだよね。そうなんだ。今までもかなり撮ったんだよ。あ、ちょうどこの間アルバム作ったんだよね。見る？そんな好きなの写真。いいね。
すごいな、ちゃんとトゥープもなるんだ。その白い花はマーガレット、黄色いのがマリーゴールドで、あ、これはわかるよね、コスモス。コスモス、カシックの字のコスモス。光の声が空高く聞こえるやつだね。詳しいな。で、これがブーゲンビリアね。あ、ブーゲンビリアね。あ、そうだ。ブーゲンビリアの花言葉って知ってる？知らない。いや、知らないな。あなたしか見えない。あ。てるって。ブーゲンビリアでもいいよ。なんかちょいね。てるって、てるよ。てるって。実は私もちょっと恥ずかしい。そうだよね。自分で言ったくせにね。わかるんだ。はい。あ、皆さん復活しないかな。終わりたいんだけど、そう、今回バット。メール来てる。終われない。にゃもし。にゃもしって何？マスターさん、久しぶりにいるかだよ。あーのことは聞いた方がいいって見に行かせたんだけど、やっぱり見たいんだよね。当たってくれないかな、決まってる。ニャムシ、ニャムシかですか。終わんないな、これ。一人絞るのが危険で、最終的に。カフェ。あ、失礼だしな、見えてくれたのよ、だから。返信しないのも。おはよう。あれ？こんな時間やったっけ、会うの。遅刻したの、ほんま。いや、間違えて、遅刻しちゃったよ。あ、あったんだ。いいね、言ってたから、こうと思って来てみたんだけど、まずだったかな。うん。ええー、けど、大丈夫？何が？俺だってさ。どうしたん？元気ないね。なんか落ち込んでる？っていうか、ゆかのとこなんか来て大丈夫な？どうしたの？どうして楽しまないとダメなんだ？え？あらららら、荒れてんな。他のことうまくいってないの？荒れてんのか？分かってんのか？一人ちゃうんかい。そうね、生楽しい感じで。最近ついいろんなプレイしてきて、ちょにきつかなくなってさ。どんだけプレイボーイやねん。よう言うわ。いやー、いろんだけズバズ言ってくれる関西弁の女の子いいと思います。不思議だよな。ゆかにこういうこと、なんて話してんだから。ゆかはバーのママかい。まあ、会いに来てくれるんは嬉しいけどな。確かに関西弁だしね、バーのママっぽいな。スナックとかのお母さんみたいな。みんなとこうなったら、やめなくて、仲良しなくて済むのに。微妙な話やな。よう考えてみ。なんでゆかには何でも話せるんやと思う？それってつまり。つまり、それゆか優しい。しないかね。関西の家好き。関西の家好きだけど、ゆか優しいかな。それゆか優しい。そう。その通り。でもな、誰にでも優しいわけちゃうで。そっか、特別扱いでね。しっかりとゆかの気持ち伝えないと。アホ。何言うてんねん。照れるやんか。方言の女子っていいな。福岡弁とか関西弁とか。あ、女子長誰だ？誰がなくなる？あっちゃーん！あー、みーちゃんも？あんなに連絡取り合ってたのに。あ、それじゃあ、セーブします。あれだ、ちょっと、セッティングしない。それはいいや。はい、だけで、今回なくなっちゃいましたが、改めてご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次回で言って最初から、でも、いろんな女の子のメールとかに返信しちゃダメなんだよね、多分、本当は。やっぱ、一人絞んないといけませんかね。だからね、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。バイバイ、またねー。